俺にとって本当に大切な人は。ダメか。思い出せない？ナミネのことしか浮かんでこないんだ。なあ、二人は何か覚えてるか？うん、僕もダメだぞ。大事なのに思い出せないんだよ。本当は少しだけ、ほんのちょっと弱いよ。ねえ、みんなで約束しようよ。え？さっき空の話を聞いて考えたんだけどね、どんな約束でも守るぞって決めたら不安に立ち向かう勇気が湧くと思うんだ。勇気か。じゃあ約束しよう。何があってもどんな時も離れ離れになってもお互いを忘れてしまっても、俺たちは友達だ。よし、約束だ。よくも私の前に出てこられたものだな、裏切り者が。裏切り？さあ何のことだかな。なぜナミネを行かせた？貴様が余計な真似をしなければキーブレードの勇者は我らのしもべに変わった。ああ、そういう計画だったな。ナミネの力を利用して空の記憶を少しずつ作り変え、ナミネに言いなりの存在に変える。で、ナミネを通じて空を操り、ラクシーヌと共に機関を乗っ取る。違うか？裏切り者はあんたの方だろ、マルーシャ。いつから我らを疑っていた？お互い人を信じる心はないだろ？ふん。反逆の証拠をつかむために、ビクセンを消してみせたのか。俺はやりたくなかったけど、
あんたの命令だったしな。ほう。記憶してるか？裏切り者は始末せよ。そうさせてもらうぜ、マルシャ。ラクシーヌは消えて反逆の罪を償った。あんたもそうしろ。機関の名においてあんたの存在を終わらせてやる。似合わんセリフだな。いっぺん言ってみたくてよ。盾のつもりか？道連れにしかならないぜ。どうかな。聞こえたか、ソラ。ほう。アクセルは波音もろとも私を消すそうだ。お前の力で防いでみせろ。なんだよ、もうマルシャの操り人形なのか。お前を倒したら次はあいつだ。なあ、ソラ。お前と俺らの間にはちょっとした縁がある。できれば戦いたくねえが。ここで逃げたら機関の名が廃るよな。お前を助けた甲斐があったな。助けた？どういうことだ？それを話したらつまんねえだろ。アクセル！
くぞ。裁きを受けるのだな。